東京駅一番街は、東京都千代田区と、中央区にまたがる、東京駅八重洲口にある、商業施設。地下への入り口に日本グルメ街道東京をお菓し、ランド、東京ギフトパレット、東京グルメゾン東海道新幹線、東京駅真下の高立地であり、大丸東京店、八重洲地下街などとともに、東京駅八重洲口の商業エリアを形成している。地下1階、1階、 2階のエリアがある。東京駅一番街の地下エリアを含む東京駅の八重洲側の地下街全体が八重洲地下街と総称されることがあるが、八重洲地下街は隣接する別の地下商店街の故障である。かつての東京駅名店街の一部分であり、東海旅客鉄道の完全子会社、東京ステーション開発が運営する。所在地は東京都千代田区丸の内一丁目9番1号で、 その地盤の一部にあたる。2005年4月に八重洲口の再開発に伴い、それまで東日本旅客鉄道の関連会社、鉄道会館及び東京ステーション開発のそれぞれが運営する商業施設を東京駅名店街と総称していたものから東京ステーション開発の運営エリアを分離して東京駅一番街となった。 旧東京駅名店街のうち、現在の東京駅一番街にあたるエリアが広いため、単なる商店街の名称変更と誤解されがちである。日本放送協会と民間放送材協議局5社のキャラクターグッズショップやホビーショップなどがある東京キャラクターストリート人気ラーメン店を擁する東京ラーメンストリート土産物店が集積したお土産プラザ飲食店街の 東京グルメゾンなど特色ある区画を要し、平日、休日を問わず、観光客、買い物客、通勤客が多く訪れる。なお、八重洲北口エリアには、黒部横丁、キッチンストリート、北町ほろよい通りという飲食店街存在するが、これらは、東京駅一番街ではなく、鉄道会館が運営する商業施設である。また、 東京キャラクターストリートの中にあるイベントスペース一番プラザではテレビ番組や映画の宣伝イベントキャラクターグッズやスイーツの期間限定店舗の設置などが行われているキャラクターの着ぐるみが登場する写真撮影会や握手会限定商品の販売などには開始時間前から行列ができることもある2019年1月から2020年にかけて 大幅な改修工事を実施しており、テナントの一時休業や移転が行われた。2020年1月に閉鎖された1階部分の東京ミーに代わる東京ギフトパレットは、新型コロナウイルス感染症の流行により工事の一時、中断や入店するテナントも休業により準備が遅れたため開業が当初予定の6月上旬から8月5日に延期となった。なお、 東京ギフトパレットでは2020年春に引退した新幹線700系電車車体のアルミをリサイクルして装飾に用いている。マクドナルド三世堂書店で荷物預かり書。ありがとうございます。